リチャード・ジョーダン・ガトリングはアメリカ合衆国の発明家。世界初の製品化された機関砲であるガトリング砲の発明で知られている。農夫で発明家でもあった父・ジョーダン・ガトリングの息子としてアメリカ合衆国のオスカロライナ州コモで生まれた。21歳の時蒸気船用のスクリューを発明したが、その少し前にジョン・エリクソンがスクリューの特許を独自に取得していた。 ガトリングは、漁師、裁判所書記官、教師、店主などの職を転々とした。自前の店を経営していた頃、ハシュキを発明し、それを製造、販売し始めた。1845年には、この発明で十分な利益が得られるようになり、その販売に専念するようになる。1850年、天然痘にかかった経験から薬学に興味を持ったガトリングは、 オハイオメディカルカレッジで医学博士の称号を得たが、卒業後は再び発明に興味が移り、医師として活動することはなかった。1850年代前半にはビジネスで十分成功し、19歳年下でインディアナポリスの医師の娘だったエミマ・サンダースと1854年10月25日に結婚した。なお、彼女の妹は、 インディアナ州知事を務めたディビッド・ウォレスと結婚した。ガトリングは南北戦争初期に戦死者の多くが病死であることに気づき、彼の破発機の仕組みに基づいてガトリング法を発明した。1857年、彼は一人で100人分の働きをできるような機械を発明できたら戦争に投入される兵士の数は大幅に減らせるだろうし、 その結果として戦死者も減るだろうと考えたと記している。ガトリングはノースカロライナ出身ということでアメリカ連合国側を支持しているとして告発されたことがあるが証拠は何も出ていない。実際、ガトリングが連合国政府や南軍と提携したことはなく南北戦争期間中に南部に住んでいたわけでもない。実動する。 試作品を開発して披露した後の1862年、インディアナポリスにガトリングガンカンパニーを創業した。ガトリングが自腹で生産させた最初の6台の方は1862年12月の工場の火事で失われた。これにめげず、ガトリングは別の13台の方をシンシナティタイプファクトリーで製造するよう手配した。このうち12台を ベンジャミン・フランクリン・バトラー将軍が購入し、一台をデイビッド・ディックソン・ポーター提督が購入した。アメリカ合衆国政府が公式にガトリング砲を購入するのは1866年以降のことである。1870年にはガトリング砲に関する特許をコルト社に売っている。1897年にはガトリングガン・カンパニーがコルト社に完全に吸収されることになったが、 それまでガトリングは同社の経営を行った。アメリカ海軍が手回し式ガトリング砲の使用を完全にやめたのは1911年のことである。ガトリング砲以降もガトリングはトイレや自転車、刈り取った羊毛の蒸気洗浄、空気圧駆動など様々な発明の特許を取得している。ガトリングは1891年、アメリカガソシエーション・オブ・インベンターズ、 アンドマニファクチャラーズの初代会長に選出され、6年間会長を務めた。亡くなった当時も十分に裕福だったが、それまでに何度か投資に失敗して、資産を減らしている。晩年、蒸気機関で動くプラウ、またはトラクターを製造する会社を設立するため、ミズーリ州セントルイスに移住した。娘にアイベンリシュと打ち合わせするために、ニューヨークに行き、 娘の家で1903年2月26日に亡くなった。遺体はインディアナポリスのクラウンヒルセメタリーに埋葬されている。ありがとうございます。